でんぐり返っちゃう。こんにちは、ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードです。当チャンネルはビデオオプションの迫力ある走行シーンや面白シーンを切り抜いています。いろんなテーマ、いろんな切り口で日々動画を投稿していますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また投稿者の X、旧 Twitter もよろしくお願いします。さて今回は絵面がヤバい車たちをお送りします。ビデオオプションならではの常識破りな絵面の数々、存分にお楽しみください。それではどうぞ。指導があるんで方向指示下しました。方向指示下しっかりしっかりしっかり、トリプルクラッチだからね、スタートは難しいぞ。ちょっとね、慣れるまではウインカーをつけて、これスタートが難しい。スタートがね、スタートちょっと変えてあげる。ちょっとね、これね、これがね、これをこう、このね、このサイあまり日本語上手ないね。何言ってんでしょう。飛んじゃった、耳が飛んじゃった。それは大変ですね。耳が飛んじゃった。いっぱい飛んでます。耳が飛んじゃった、ね、耳が飛んじゃった。わけわかんない。操作がシビアの上にミッションがノンシンクロなもんだからもう大変ってことらしい。このやっぱりね、4000から5000がね、気持ちいいぞ。明るい暴走車っていいね。今日エンジンはこれで。エンジンバリじゃん。こだわりはこのトラストの。エンジンバリバリじゃん。ステッカー。VVTI ですよ。最新のエンジンですよこれ。やばいじゃないですかこれ。お前乗ってったのだよ、お前たちが。お前6車種の普通2人なんだ、2人。さすがホンダ。ほらちゃんとアクセル吹かすと速いんだよ。これなんだ。これセルシオです。セルシオ。宇宙船みたいな感じのイメージで作った感じですね。どうだい、ナイスカーでしょ。ナイスカー、気をつけて。オッケー。やべえぞこの車、逃げろって。ネオン街に似つかわしくない車が爆走中。なんかやべえじゃん、やべえよな。見るな見ちゃいけない。カートといえばやっぱこれでしょう。ってことでやっちゃいました。ちょっとだけ恥ずかしいようなスターになったような気がするですよ。しかしさすが大都会銀座、交通量も多くなかなか進まない。渋滞に巻き込まれとる俺。しかもね、他の車のマフラーの排ガス全部直撃ですよ、この高さ。止まった先でもカメラに囲まれ大人気。このついてるタグメーターで7000を超えたあたりからね、アクセル踏むと結構伸びるとですよ。86です。いや、これどう見ても86じゃないですよ、そんな。86ですって。愛嬌あるこのチキチキマシンが本当に86になるのか。分解、よーい、始め。せーの、
まで車の形をしていたのがおよそ50秒で骨だけになってしまった。見つけよう。Z がものの3分ちょっとで早変わり。これが世界に1台の新型86、1分の1スケールのチャラ Q といえる869。チャラ Q のバランスを表現するためホイールは22インチを装着。マフラーは86と同じ左右出し、水平対向エンジンを表した86の象徴ともいえるエンブレムも装備。駆動系は Z のまま、ドライビングを支えるハンドルシートは86純正品だ。試乗してみたいと思います。メインを入れて、おお、意外になんていうんですかね、スポーティーというか激しいですけど、もっと静かなのかなと思ったんですけど、コクピットは排気がこもりがちでなかなか香ばしい香り。思ったより切れ角もある。思ったより早いんですよ、ハンドルの切れ具合が。実際にチョロキュー乗ったことないんですけど、チョロキュー乗ってるかなぐらい切れます。いや、乗ったことないんですけど、すごいんですよ、本当に。 V オクトスピード、じゃん。どういうことになってるんですか、これは。燃費考えてこうなった、はい、30のハイブリッドそのままのプリウス SUV、はい、そうです。ノーマルから何センチ上がったんだろう。60センチぐらい。60センチぐらい、はい、購入は取る、あ、車検は、はい、取ってる、はい、最初はこれ普通で乗ってたの。最初は下げたくて車庫タンをやってたんですけど、やっぱり車庫タンに街乗りはやっぱ車庫タンきついなってなって上げ出したら止まんなくなっちゃって名古屋から今日自走で来た。あ、自走で来ました。高速道路、はい、下道で来ました。はい妹言ってましたよ、もうね、最悪の乗り心地だこれチャーバー感も全く分かんない。どういうこと。いや、これ外から見るとすごいことになってんだろうな。そう、違和感ですよ。これでコンビニとか行くって言ってたよね。コンビニも行ったりします。これはおかしな車だ。トランスミッションを直列で2機つなげてるので、1速で両方ギアをかけると大減速で走ることができる。すごく険しいところを走るときは1速1速で、そうでもないところは1速の3速とか1速の4速とか。これね、めっちゃリアがトーアウトに見えるんだけど、どういうこと。これ前と同じように後ろも舵が取れるようになってるので、後ろも打が効くってこと。はい、そうですね。すごいよね。ここにギアが2つあるんですけど、こういうところを走るときにはとりあえず4速でいいんですか。4速で、はい、4速、はい、で、これを1速で。リアの感覚っていうのは分かんないですよね。あ、本当だ、めっちゃ切れてる。お、お、はい、お、で、左切ってってもらって、お、はい、で、左、左、逆です、それ左、はい、そのまま、そのまま、前はそのまま、ちょっとずれますけど、そのままね、黙っちゃうね、これね。すげえな、これ。前左、前左、前左。でんぐり返っちゃう。あ、ちょっと山田さん、ちょっとストップ。山田さん、ちょっとマジでストップ。はい、山田さん、サムネ撮りまーす。お前ふざけんなよ。でんぐり返ってお前の上に落ちてやろうか。やってやったぜ。ロサンゼルスダウンタウンを爆走する180。しかも後ろからはパトカーが追ってくるじゃなかですか。初から逃げねば。ワンエイティの運転手はもちろん我らがノムケン。今から10年前、ロサンゼルスのドリフト野郎といえばノムケンのことだった。パトカーは彼を捕まえるために全力で追い続けたが、捕らえたポリスはいなかった。嘘。実
実は公道を閉鎖してビデオオプションの撮影をしてたんだが、この強烈なドリフトパフォーマンスがアメリカ人に大受け。これが今のアメリカの D1 人気につながっているかな。